はい、どうも、バタで2100です。今回は、人生で初めてバスコレを買ったので紹介します。今回はこちら。全国バスコレクション広島電鉄日野ブルーリボン2です。アマゾンで856円だったかな。で、まあね、広電のバス、結構広島行った時見るし、結構この色が好きなんですよね。で、あと、このように広電の鉄コレも結構増えてきたんで、ちょっと並べてみたくて買いました。あんま今までバスコレで身近なバスがなかったんで、ちょっとたまたまね、広電見つけたんで買いました。形式が何これ？ PDGKV2342 っていうの？この辺の形式とか僕全然詳しくない。車種ぐらいしか僕知らない。広島西営業課に所属している。結構ね、シンプルなパッケージです。これ全国バスコレクションって47都道府県全部出るんですかね。島根はまだ出てないんで、一畑バスとかかな、出てほしいです。はい、じゃあ開けてみます。広電も高速バスはね、島根によく来るんで、この同じ色の。なので好きですね、結構。路面電車も好きだし。おりゃりゃりゃ。開かねえぞ、これ。はい、これ開かねえ。大丈夫か。よし。こんな感じですね。よいしょ。これが、広電のブルーリボン2ですね。結構細かいですね。結構車内とかもこんな作り込んであるんですね。初めて見た。ほんとバスコレどころかね、N ゲージサイズの自動車自体初めてなんで。これ何？行き先。藤の木？藤の木って何？ 広島の地名とかあんま知らないんで。で、ちゃんとナンバープレートも再現してあります。細かいね。これで856円は安いと思う。何これ、前も書いてある。市役所バイパス、藤の木団地。市役所バイパスってことはあれかな。五日市とか、政府新都とかあの辺ですかね。多分。この色がね、ちょっと古っぽいっていうか、まあ、あんまり新しい感じないですけど、この色がね、好きですね。タイヤも動くのか。これバスコレ走行システムも多分つくんですね。書いてあります。バスコレ走行システム対応。いつかはね、欲しいですね。かっこいいな、これ。結構僕このなんだっけ、エルガミオとかエルガとかブルーリボン2とかレインボーみたいな、こういう顔が好きなんで。じゃあ、近くでもうちょっとじっくり見てみますか。はい、ということで、広電のね、グリームーバーレックスと並べてみました。ちょっとね、高さがこっちの方が低いんでちょっと変ですけど、このような並びもできますね。いやー、広島らしい並びでいいですね。かっこいいね。いつかはそのバスコレ走行システムとか、あと、このね、線路も路面電車の分を買いたいなと思います。いや、これバスコレちょっとハマりそうですね。かっこいい。はい、今回は、こちらの、全国バスコレクション広島電鉄日野ブルーリボン2を開封しました。それではさようなら。